4月29日から5月5日まで緑と花のフェスティバルが開催されました。フェスティバルは東部丘陵地帯の豊かな自然に囲まれた都市緑化植物園と少年自然の家を会場に、期間中さまざまな催しが用意されています。初日の29日には恒例のウォーク大会が開催されました。28回目を迎えるウォーク大会は、弥勒の森を散策し新緑の自然を満喫してもらおうというイベントで、市内外からおよそ900人が参加しました。これちょっとするともう色変わっちゃうからね、最高、うん、新緑は、まあうちでは味わえばね、俺は良かったですよ。皆さん気持ちよさそうにゴールしていました。木とか川とか地面とか見ながら歩いてた。楽しかったです。すごく楽しかったです。子供も大きくなりまして、歩けるようになったことと、まあ、市の、イベントに積極的にちょっと参加していきたいなと思いまして。ちょっと楽しかった。でも疲れた。都市緑化植物園では春日井市のキャラクター東風くんの植物クイズや、 NHK 趣味の園芸の講師として出演したことのある天野麻里恵さんのガーデニング教室などがあり、多くの人が楽しんで参加していました。他にも木片に自分でイラストを描くオリジナルのキーホルダー作りや、ウサギ、モルモット、ヤギなどの動物に触れ合えるミニ動物園などの体験コーナーに大勢の子どもたちが参加していました。少年自然の家でも多くのイベントが企画されていました。前切り式の火起こし体験やマシュマロ焼き体験では、親子で火起こしをしたり焼いたマシュマロを味わったりしていました。生地を棒に巻いて焼き上げるくるくるパン焼き体験では、自分で焼いた焼きたてパンを美味しそうに頬張っていました。おいしい？逆に子供はカレー喜ぶんですけど。人気の給食メニューを味わえる給食レストランは、今回も長蛇の列ができるほどの大盛況。家族でカレーシチューやコロッケといった人気のメニューを会話を弾ませながら味わっていました。器が全然違うので、すごい見た目も美味しくいただけます。すごく美味しいです。なんかいつもより違う味がするなと思って。美味しいです。バランスが取れてて。毎年来てるので楽しみにしてます、このイベントを。他にも自然の魅力を満喫する筑水の森ガイドツアーや、ロープを使って木登りをするツリークライミング体験などがあり、参加者は自然の魅力を堪能していました。次回5月22日からは、おいでよ交通指導遊園の模様をお送りします。